最初の大学の建物ペンシルベニア女子医科大学は1850年にフィラデルフィアに設立された女性のための医学教育機関である。世界で最初に設立された女子医科大学であった。現在はドレクセル大学の医学部に統合されている。フィラデルフィアのクエーカー教徒のグループによって設立された。設立に重要な役割を果たしたのはバーソロミュー・フューセル。 ジョゼフ・ロング・ショア、ウィリアム・ミューレンらであった。19世紀初めの女性の権利の向上運動の中で、1850年にフィメール・メディカル・カレッジ・オブ・ペンシルベニアという名前で小さな建物の中に設立された。最初の卒業生にはアンプレストンらがいる。南北戦争時に資金難により一時閉鎖された。1866年に治療実習をするための 病院として、フィラデルフィア婦人病院、ウーマン・エス・ホスピタル・オブ・フィラデルフィアが設立された。宗教や国籍、人種で差別しない病院であった。当時医療行為は、個人医の診療室か患者の家で行われていたが、徐々に患者を集めるようになった。1867年に、ウーマンズ・メディカル・カレッジ・オブ・ペンシルベニアに改名された。1874年に、 アイザック・バートンの遺産が寄付されることにより新しい校舎が建設された。1920年代にイーストホールズのキャンパスが作られた。1970年からメディカルカレッジ・オブ・ペンシルベニアとなり、男子学生の受け入れが始まり、1993年にハーネマン大学と統合され、MCP ・ハーネマン・スクール・オブ・メディシン・オブ・アリゲイニー、ユニーブ・オブ・ザ・ヘルス・サイエンシズとなり、 2002年にドレクセル大学の医学部となった。ありがとうございます。